ライナー！なんだ？ユミル！助けてくれたのか？渡った！死もない道の世界で眠ってたみんなを呼び覚ました。僕らに何かを求めて。安楽死計画は間違ってなかったと今でも思う。だから一応感謝しておくよと。だから分かるんだ。ここでじっとしてられない。いい天気じゃないか。後悔がねえわけじゃねえ。でもレオンハートさんがみんなをここまで引いたんだよ。ライナーはどこだ？覚えてるか、ちゃん。死体を焼いた夜のこと。おい、アニー！大丈夫か？一体何が起こったんだ？本当に地獄が…なぜ母さん、俺たちはどうすれば報われるんだ。これ以上耐えられない。ミカサ、起きろよ。いつの間に寝てたんだろう。ゆっくりしてようぜ。でかい魚も釣れたことだし。私ここにいてもいいのかなって気がして。マーレの戦争が終わって2ヶ月、パラディ島侵略戦争がもうじき始まる。俺には
ヒストリアを地獄に落として永遠の殺し合いをすることも、誰もいないところで二人だけで、そう言ってくれたのは。ごめんね、この話はしない約束だったのに。お前はこの先も長生きするんだから、頼むよミクさん、忘れてくれ。エレンは口の中にいる。進撃の巨人の力で見た未来のためだってことは分かってるけどさ、自分でもちょっと何やってんだろうって思いながら、勢いと流れに任って。そうだよな、全ては突き放した。島の悪魔でありながらパラディ島に背き、人道を貫いた。僕たちが英雄になれるわけないだろ。残念だけど僕もみんなも。歩きながら話そう、始祖ユミルの話を。炎の水ってやつか。まで話したっけ。始祖ユミルが2000年間フリッツ王にした。神に等しい力を手にした後も従順であり続けた。始祖ユミルはフリッツ王を愛していた。始祖ユミルの心の奥深くまで理解することはできない。それがミカサだ。そりゃ始祖ユミルにしかわからねえよ。全てその結果に行き着くためだけに俺は進み続けた。それが勲章授与式で見た未来。アルミ、だから仕方がなかったんだよ。あの日まさに浮かせたの。それでどう思ってたのさ。何が。ミカサのことだよ。俺のことは忘れろで済まされると思っているのか。いやだ、そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて。そこまでカッコ悪いことを言うとは。今のはミカサには言わないで。死にたくねえ、ミカサと。なのに俺は人類の8割を踏み殺した。壁外人類の根絶を完遂しようとして、お前たちに阻止。一方的な報復戦争にはならないだろうが、この争いは終わらない。できない。お前たちが救える人類は2割までだ。何度も試みては失望したが、未来の記憶は寸分たがわない。バカなことを。耐えなきゃ戦争は起きないだと。こんな冗談を真に受けるやつがあるか。いつの日か残された教訓は、殺すか殺されるか、それだけだよ。いや、違う。エレン、この景色が見たかった。全てはお前らを守るためだって思ってた。だが、どうしてこうなったのか、やっと分かった。そういうことだろ。この世から人を消し去ってしまいたいと思ったことなら、